パウロチアゴは、ブラジルの男性総合格闘家、ブラジリア出身。X 事務所属。現職の警察官でもある。兄の影響で5歳から柔道を始める。ブラジリアン柔術では、アタイジジュニオールから黒帯を授与された。2006年10月13日、ゴイアス州プラナウチーナで行われた、グランプリプラネアウチャナのワンデートーナメントに出場。 全試合一本勝ちで優勝を果たした。2009年2月21日、UFC 初参戦となった UFC95 で女子コスチェックと対戦。右アッパーからの左フックでダウンを奪い、TKO 勝ちにより、ノックアウトオブザナイトを受賞した。7月11日の UFC100 では、ジョン・フィッチを相手に判定で敗れ、総合格闘技で初黒星を喫した。 2010年2月6日 UFC109 でマイクスウィックと対戦し右フックでダウンを奪い最後はダースチョークで締め落とし一本勝ちサブミッションオブザナイトを受賞した2010年6月12日 UFC115 でマルティンカンプマンと対戦し0から3の判定負けを喫した2010年10月23日 UFC121 で ディエゴ・サンチェスと対戦し、0から3の判定負け。u f c に連敗となったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年3連敗で UFC からリリースされた。ありがとうございます。